デューク・エリントンバンドのベーシストだった、ジミー・ブラントンのボディ&ソウルのソロを分析します。ボディ&ソウルのキーは D フラット、曲は A、A、B、A、形式の32小節。A セクション、2-5、2-5-1-5、1、マイナー3ディミニッシュ、3マイナー、5、マイナー6ディミニッシュ、6マイナー、2-5、1、フラット7-7、というケーデンスです。3マイナーディミニッシュは2へ向かうディミニッシュパッシングです。マイナー6ディミニッシュは6マイナーへ向かうディミニッシュパッシングと同時にレラティブマイナーへ向かうディミニッシュドミナントです。最後の6-7は5 of 2です。これは 2-5 の2をトニック化させるためのセカンダリードミナントなので、一時転調ではありません。その前のフラット7-7は6-7-7へ向かうクロマチックアプローチコードです。なぜ機能するかというと6をトニック化させるためのセカンダリードミナントのトライトーンサブだからです。それに、半音上からの同手話音は非常に強い同音効果を持ちます。リアルブックとはどう違うかというと、1小節目の 2-の次が 6-7-9 と表記されています。2の5を使って 2-を一時的にトニック化させているのです。こうしてダイアトニックコードをセカンダリードミナントでアプローチさせることをリサイクルまたはバックサイクルなどと呼びます。一方でジミー・ブラントンのアレンジでは 2-をその先の D フラットへ向けての 2-5 の2として扱っている。そして D フラットへ向かう 2-5 の5は A フラットですね。実際、B フラットフラット9と A フラット6は非常に似ているんですね。共通音が多いため代理できるんです。3小節目の後半はリアルブックではブルースムーブメントといって1-4-7に行ってます。一方でブラントンのアレンジでは5-7に行ってから1メジャーへ戻っています。確かなのは1というトーナルセンターが重要な点です。4小節目もリアルブックでは3-7となっていますが、これもブラントン式には3-7はトニックの代理コードなので本来のトニックである1メジャーを使用しています。4小節目は、その後の 2-へ向けての 2-5 になっていたり、3-6、2-5 になっていたり、アンサンブルによっていろんなコードが演奏されているのですが、機能的には全部一緒で、トーナルセンターである D フラットメジャーが共通音でさえあれば、どのコードも可能です。5小節目はまた 2-5 に戻るわけですが、その時の 2へ向けてのリーディングコードとして E ディミニッシュになっています。このようにクロマチックアプローチするディミニッシュドをディミニッシュドパッシングコードと言います。2度目の A セクションは、ジミー・ブラントンは2小節目の D7 を1拍遅らせて4拍目に入れています。したがって、初めの3拍は E フラットマイナー、最後の4拍目は A 分の D7 で2、トライトーンサブスティチュート、1へ行きます。最後の小節では、1から、新しいキーの5へ行きます。新しいキーは D メジャーです。A セクションは D フラットですから増5度のセブンスコードを演奏して、ブリッジへレゾリューションします。これは強いディソナンスから大きい開放感を醸し出します。ドミナント7からリードインされたブリッジは、リアルブックではダイアトニックの1メジャー、2マイナー、3マイナーでスタートします。ブラントンの方では1、5、1ケーデンスになっています。どちらも極めて普通のダイアトニックコードです。どちらも次のコードがスケール外の G マイナーになっています。これはエオリアンモードから借りたコードで、モーダルインターチェンジです。ブラントンは、そこまでのフレーズを D メジャーのスケールノートで一貫させて G マイナーが来た瞬間に B フラットを使って変化をつけています。サウンドが一瞬で暗くなりますね。ブリッジの3小節目は、次の小節のトニックへリーディングするためのターンアラウンドです。リアルブックではダイアトニック3、6、2、5です。ブラントンでは1、2、5です。どちらともダイアトニックであり、リアルブックの3と1の代理コードなので、基本的には一緒です。このトニックメジャーは一瞬トニックマイナーになり、D メジャー7が同主張の D マイナー7になります。ここで C メジャーへ一時転調して、D マイナー7は C へ向かう 2-5 の2になります。C へ解決するとディミニッシュパッシングコードのフラット3ディミニッシュで再び2-5へ行きます。
ドミナントセブンはトニックに解決せず、ワンセブンスに着地します。これはシーミキソリディアンモードとのモーダルインターチェンジとして見ることもできますが、5をサブドミナント、つまりセカンダリードミナントとして見ることもできます。その次のコードはサブドミナントセブンスのトライトオンサブスティチューションとして見ることもできるし、パッシングコードとして見ることもできます。最後の B フラットセブンスは、D フラットへ向かう2-5のドミナントセブンスで、ここからまた A セクションへ戻ります。Thank you.